食事か。わざわざ持ってきてくれなくても呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。病人扱いするな。もう1年前とは違うんだ。確かにね。あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ。もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え？シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味音痴なんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。ありがとう、お兄ちゃん。あれで終わったわけじゃない。俺はまだモナドを握らなければならん。そわそわして急ぎのようでもあるのか。うん、シルクに食事届けなきゃと思って。これから研究棟に行くところなの。シルクだったら今行ってもいないぜ。え？外の風に当たってこいってさっき追い出したからな。またいつもの場所じゃねえか。いつもの場所って丘の上の公園？多分な。そっか、ありがとうリクソンさん。神兵の強固な装甲をいとも簡単に切り裂いてしまう剣、モナド。遥か昔、僕らの住むこの巨神界の神が振るっていたと伝えられる剣。あの剣には秘密がある。だからこそダンバンさんはあれほどに鬼神兵を倒し、そして右腕の自由を失った。あの力の秘密を解き明かすことができたら。シルク、フィオルン、美味しいよこれ。すっごく美味しい。本当に？すっごく美味しい。もう毎日それなんだもんな。そうかな。いつも美味しいけど今日はすっごく美味しいよ。本当に？うん、よかった。今日は特製のスパイス使ったんだもん。これでいつも通りだったら本当に味音痴確定しちゃうとこだったんだから。え？ううん、なんでもない。気持ちいいね風。うん、忘れていたなこの感じ。ここってこんなに静かだったんだ。シルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。
これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。落下物警報。巨神の落とし物、最近は減ってたのにね。次が落ちてくるかもしれない。ここは迎撃対象区域外だから研究棟に帰ろう。